それをね、あのイメージしてやってもいいですよ、思い切って、はい、じゃそれをね、今回提供されるスプレーが、これが200本あとワックス、これ7番翔ちゃん7番これもスプレーを開けてあげる200本は単発であげるんだ2人としては、シジナヨにべったり光るってさはい、ということで君のワックスはあるすごい柔らかいらしい。とにかく柔らかければどんでもダメはないですね。体が違うわけなんですけど、多分僕でしたら風車は多分これ以上使います。あ、来た、はい、これで使います。ちょっと触ってみてください。硬いんです。どうですか、こういうお客さんの場合。ベースできればしたい、まあ、これが普通なものです。では、ベースで、じゃあ、今ベースできました。ベースで仙台にしてきた頭は、すごく楽ちんです。なので、仕事を買ったら、仙台に、こういう仕事を買ってください。では、前髪がどっちから近くで立ててきますから、これに出ましたら、めっちゃ強いです。寝言があるんですよ。で、体が出る感じの人なんですけど、つければ、このまま臭く立ちますから。で、これに1個もんでください。これに、簡単です。このワックス。で、固まらないんですよ、このワックス。なんでかというと、アルギニンで接触しやすいように、なりますから。もう、いいですか。ちゃんとですよ、短い方からつけるってことです。短い方からつける。そうすると、完全にさっき提案したこのアシンメトリーっていうのが出てきます。そしてもう一つ正中線柄をこちらの方にここまで行った注目です。そうすると正中線柄の角が出るとバランス、部屋線のバランス上で設計できるわけです。では鼻の内側あたりからつける、これがポイントです。そうするとこれで足目が凸凹されますから、はい、はい、これが、これ、はい、どうですか。簡単、ポイントは鼻の内側なんです。ですから、これを反対にやれば両方の全然鼻足らないのにもう少しください。そしたら、2回目、取ります、伸ばします。最後からこうやって、今度後ろからこう、今度後ろからこっから何だかここでこう握ってください。こうやってこうつければいい、こう上にこうつけるわけです。昔のリーゼント、ね、リーゼント、昔のようなリーゼントです、ね、そしてね、今度こっちのこっちのをつけると、あとで自転車とかいっぱいつけるとバラバラになってちょっとこう下品な感じになっちゃうので、ここはあとでです。こっちの、こっからこっち、こんなのこっちこれ、これはパサッとした頭、ビフォアの写真を撮りまして、で、こっちをつけました。ほんで、こちらから、ちょっとつけよう。ね、娘です。はい、お疲れ様です。で、こちらもこう、つける。そつけてみる。ね、耳の脇。これ、こうつけてみる。そして、失敗しながら、横につける必要ないってことです。そして、ここで左持ち上げてください。ここで、この、このつまみやつを逆にこうやってつまんで入ってください。で、ぐちゃぐちゃですから、はい、タオル濡れてあげてください。これね、これ。どうですか？ワックスは鼻の手前から親指でこうやってガーッと持ち上げる、こう持ち上げる。そしたらこっちは耳の後ろからガーッとつけてやる、うん、そうすると動きます。これ最初からガーッとやると頭がそのままだから動きないんですよ。これやってみます。で最初に全部つける、それから体の違いを見るから逆にバーッと、こうください。ブラシでもいいですよ。やっぱりね、コームはね、人間としてね、こういうコームでも大きなコームしてるんですよね。そうすると、でも読み合いなくて、すぐ助かるんですよ。あれですか、コンコンポイントです。ドライヤーないんですよ。で、今度は、鼻のこっち側、左側の目尻がこう垂れるんです。
ほんで、そうです。で、ここで、でやった時にドラがないです。やってみてください。そうすると、縦が出ますから。これぐらい。目元に、とても目元に差し入れてます。目元に。で、ちょっとやってみてください。ドライヤーの代わり。ただ、当日は北西の風ですから、その辺も考えてやってください。僕ちょうどこれ飛ばせて、ちょっとさ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 、ちょっとこれ飛ばしながらやると消えないんですよ。で、これ二人にしながら早く来てくれたら上取れるんですよ。ほんで、これね、これね、ギネスにね、設定のやつでこういうことは真剣にやることだから、これ何だ、早く乗せてば知らないと、もうこんなくちゃこいつはね、なしなんだよ。こいつは、本気なんてない、こうやってくるんだよ。大体それ考えたら夫婦にカットするわけじゃないから、もうあのスプレーして後で話すと空気になる。ああ、なるほど。あ、スプレーは足を使うと非常に喜んでるから。あ、初めましてどうも。これね、スキンドッグ一番最後に話すの時間あったよね。何してなんだ高野さん、いいじゃん、黙ってね、私知り合いにすんなから一番違う、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 なんて、ね、アイコンタクトしてね、そこなんか本当に、例えばこの子だから、私はこうやって僕は、これってやるんですが、若林全員は、毎度に一本こう、ラメ入れを入れましょうってやったら、みんなが、素晴らしいなっていうような、そういうイメージを踏まえてみんな決めた方がいいですよ。ここに一本って、ここに一本、ここに一本。そうすると、ね、バイオラス。あとは杉田とかでいいじゃないですか。あ、ちょっと待ってみようか。うん、だから、その苦しみですよ。これが日本来ないんですよ。来ないでしょ。ああ、ああ、そうか。あ、同じの日本で、ここはこう苦しみセーブ。そう、私がなんかさっき隠れたんで。黒くない黒くない一方以上使えばいいですね。うん、一方はね、いいんだろうな。これちょんまごにしたい。いいんだよな。ちょんまごに自分の多さつけるにはあるそこでもいいんだよ。で、こっから言って終わるからね。あのね、時間ある人が例えばこういうふうにして、面とか、こういうのを作ればいいです。自分の人をこういうふうにしても、こういうプロがね、やってくれると作っていくんです。流れを作っていくんです。自分の人が。自分の人はこういうふうに作っていくんです。ね、自分の人はね。あ、さっきよりかっこいいやつね。ね、これ僕だったら、もう一個もあります。その子ずつが上がった。すごいですね。自然が力がつくから。あれでもいいですよ。いいな、あんなに髪だって笑っちゃいけない。例えば、ちょっとマサ君君ね、先ちょっと後ろです。サンデーガリーにしてきた。サンデーガリーなんです、この人。